アーメンはシンガポール観光の名物となっていたメスのオランウータンである。種としてはオランウータン族の中でも希少種のスマトラーオランウータンに属する。スマトラーオランウータンは違法伐採や密漁により絶滅の危機にさらされ、野生ではインドネシアのスマトラ島の熱帯雨林に7500頭が残るのみとなっている。インドネシアから密輸されペットとして 不法に飼育されていたが、1971年に、獣医に保護され、シンガポール動物園で暮らすことになった。当時、アーメンは11歳であった。以降、アーメンは、敷地内で暮らす、約20頭の群れの中心的存在となった。その老いたちのためもあってか、アーメンは、群れの他のオランウータンに比べて人間が近づいてくる、ことに慣れており、アーメンと朝食を、 なる企画も組まれた。この企画は、来園者が朝食をとった後、オランウータンと写真撮影ができるというものである。これは、アーメンをはじめとするオランウータンと、身近に触れ合える機会を提供することにより、オランウータンの生息環境を維持していくことの重要性、またその他の環境問題について、来園者の意識を高めていくことを狙ったものであった。 アーメンは縁時代を象徴する存在ともなり、写真がシンガポールの観光宣伝として全世界で使われた。30以上の気候映画、300以上の記事でアーメンが取り上げられた。エディンバラ公やマイケル・ジャクソンなど各国の洋人や有名人もアーメンを訪ねてきた。1992年にはそのシンガポール観光に対する寄与が認められ、 シンガポール政府観光局から人間以外では初めて特別観光大使の肩書きを授与された。アーメンには少書のほか、大量のバナナが与えられた。しかしアーメンも高齢となり精神的負担になるのではないかという懸念から公の場に出る機会は少なくなっていった。2008年2月8日、アーメンは老衰で世を去った。48歳。 人間の年齢にすれば95歳であった。その子には、オスがシンシンとサトリアの2頭、メスはメダンと本場を、サヤンの3頭、孫は1990年に生まれた1頭を筆頭に6頭いた。2月10日には、シンガポール動物園で、アーメンの告別式が行われ、4000人が集まった。墓には、生前にアーメンが好んだドリアンの木が植えられ、等身大の像も作られた。 2008年12月、シンガポール動物園で生まれたオランウータンの子は、アーメンジュニアと名付けられた。ありがとうございます。